英立した、日立国の知史である。交渉的な説話の部分は、変態の漢文体、歌は、万葉名による、和文体の表記による。元明天皇の御事のりによって編算が命じられた。日立国風土記は、この御事のりに応じて、霊規定の上新文書形式で報告された。その冒頭文言は、日立の国の司、返す。 古老の送電フル九文を申すことで始まる。日立の国史が古老から聴取したことを、軍ごとにまとめ風土記を作成したもので、8世紀、初頭の人々との生活の様子や認識が読み取れる、形式となっている。記事は、新張、つくば、篠田、茨城、行方、郷島、長、久慈、高野九軍の立地説明や、古老の話を基本にまとめている。 変産者は不明で、原尊テキストには、イカ略のなど、省略したことを示す記述があることから、原本そのものの著者ではなく、消失本の写本とも考えられる。検討副祉を務め、開封層に、最多の監視を残す藤原馬会が、日立国国主であったことから、その編纂者に否定されることもある。また、万葉集の末記録に、天平を4年に、 馬会が、再海道節度市に認じられた時の高橋虫しまの、送別歌があり、牧きには、高橋虫しまの、つくばさんの歌があることから、風土期成立に二人が強く関与していると考える、説がある。現在、風土期は、日立国、張馬国、非前国、文語国、出雲国の五冊のみ伝わっているが、いずれも、原本ではない。たわいつ分。 日立国は大火海神により646年に設置される。現在の石岡市に国府と国分寺が置かれた。その後に張り、白壁、筑波、河内、篠田、茨城、行方、甲島、長、久慈、高野十一群が置かれた。本書における日立国の名の由来は以下の二説とされている。ありがとうございます。